はい、マノチです。よろしくお願いします。メジャーライフやっていきましょう。昨日の動画がね、なかなか素晴らしい展開でがっつりとパワーアップできましたね。前々回のコメントで、アベレージヒッターなんですけども、ミートの値によって必要な経験値が変わるらしいんですよ。ミート力が高い方が、アベレージヒッターの経験値が低いと。ただまあもう覚えてしまいました覚えてしまっちゃったんでございます。何しますか。練習しますか。練習嫌いですけど練習嫌いですけどもね。展望台行きますか。監督に媚び寄っとこうぜ。昔話を聞きたいかな。大体こういうお年寄りはなんか昔話を語りたがるだろう。うわー、めんどくさいもの全然興味ないね。はい、よし、では練習しますか。なんかあるかい。面白そうな湖行ってみますか。テリーさん、はい、釣りやろう。うん、ほう、投げ釣り、はい、おー、すげえ。頑張れ。え、魚釣ったら何かいいことあんのかな。ん、お、ジョイ、どうした。君は天才が夢を見ないのを知っているか。僕はマノッチに飯をおごる夢を見てしまった。僕は天才ではないのだろうか。ああ、僕の頭脳のバカバカ。この子結構めんどくさいよね。めんどくさいキャラだよね。まあ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 。いい子だけどね。お、週コマンド数が3回ありますよ。ちょっとここは練習しますか。あ、そういえば、お守りなくなんないみたいですね。バイトしてみる？ホットドッグ、ちょっとバイトしてみましょうか。どんぐらいお金もらえるんだろうね。バイトする。結構もらえる。お、なんかみんな集まったよ。よし、練習しますか。一回練習しますか。筋トレですね。はい、バナナ食べてーなーバナナ食べたいなー。たまに食べるとほんとうまいよね、バナナね。体力結構余裕あるね。デートしますか、ジュリアと。あ、デート場所選べるんだ。ジュリアどこ好みなのか。どこでも喜びそうな感じですけどね。遊園地とかなんか楽しそうだね。遊園地行こうか。私ここ大好きなの。はーい、なんかちょっとそっけない感じしませんか。なんだいでしょう。取りましょう。おそらくこの14点を取ったらレギュラーなんじゃないでしょうか。わかりませんけどもね。
撮りましょう。最近の俺の調子ならいける。よし、1点得したぞ。いける、大丈夫だ、いける。オッケー。くそ、やばい、打てない。あ、やっべ、打てない、やばい。うわ、おい、変化球やばい。よし、一本出ちゃえばあとはリズム乗っていけるべ。まずいね、やたらと振り遅れてるよね。おー、きょ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 、よし、あとヒット一本だ、なんとかなるべ。やっべ、あと2球フォアボール出してくんねえかな。おっしゃー、よかった、よかったよかったよかった。今のヒットになるとは思えないけどな。はい、じゃあ最後強振でいきましょう。ういやりましたね。のレギュラーっぽくない？わかんねえけどさ、レギュラーなれればいいな。試合経験値が本当にいっぱいもらえるから。はい、来ました、レギュラー、おめでとう、マノッチ。やーべん、かっこいいね。わざわざ自慢してなかったってところがかっこいいね。いいなー、いいキャラしてるよ、みんな。すごくいい感じだ。よーし、お給料入ったぞ。おい、4番だぜ。いいのか、4番だぜ。俺はシッチ。我々の強さは耳にしているはずだが、まだゴールドマン様に逆らうつもりか。誰だ。やってやりましょう。スタメン、いきなりのスタメンで4番ですよ。ただメジャーは3番の方が評価高いんでしょ。まあそれでも4番いいじゃないですか。よし、ヒット打とう。ポイって投げてくんな。すげえ球速い、打てる気しない。頑張れ。このストレートジャイロボールじゃない？任せろって、なんとかしてやっから。よし、クイックモーションじゃないだけでやりやすいですね。はい、バッチ、いいぞ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 。成績残し続けないとな。強振いきますか、強振いってみましょうか。打てる気あんましねえな。入ってんのかい。よし、よし、すげえピッチャーだな。落ちねえかー。いや、まあ、どまい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 。ずいぶん差つけられちゃいましたね。ピッチャー変わってるよ。
ああ、これもう全然シッチ君に比べれば全然もう打てますね。どうにかなりますよ。よいし、フォアボールでもいいけどな、打ちたいな、どうせならな。う、間に合うんじゃない、無理か。惜しかったね。1安打かい。いや、まあまあまあ、1安打すればね、いいとは思うけども、やっぱちょっと物足りなさを感じてしまいますね。うん。なんか能力アップできますからね。うわー、ミート C にしたいなー。技術か、技術があればいけんのか。これパワー上げ続けるのも大変だな。とりあえずミート C だな、目標にしましょう。技術上げましょう。練習、技術、あー、そっか、なんかもらえるかな。おお、すげえだろ。あ、この2人の関係性いいね。うん、おおおおおお、何やってんの何やってんの。 OK、 ミート C 行きましたよ。総力も欲しいな。総力もな、あ、 D にしよう。あ、いいんじゃない、総力 C 行きましたよ。いい感じですよ。パワーはどんぐらいで C になるのかな。まあちょっと取っときますか、ポイントは。よし、で、回復しに行きましょう。ホットドッグ、これ、よし、よう、10球も必要ないですよ。きっとこれ成功させた方が評価は高いから。ちょっと待って、その14点取るのに10球も必要ないですよってことだと思ったね。1球勝負って言ってた、1打席勝負って言ってた。分かんねえから、もう初球バチンで打つしかないな。1打席ですね。絶対打ってやっかんな。おい、おら、どうだい、どうだい、どうだい。評価は結構高いんじゃないですか、これは。多分こっちの方が高いでしょ、評価。君の評価は悪くない。はーい。よーし。23歳。いい年ですね。ああ。うん、うんうん、はーい。ちょっと今の評価はどんな感じだ俺。いい感じです。もうちょっとで赤いラインは超えますよ。もうちょっとで超えますね。なんか能力、なんか特殊能力いる？なんか取っときますか。パワーヒッターとかも欲しいけどもね。
まあ何にしてもまあしばらくはあれですな、練習とかまあもろもろ繰り返しましょう。はい、今日もう一試合ぐらいしたいですね。金使うけどまあしょうがないね。お金かからなそうなとこがいいな。公園だな。何なんだろうこの一人で帰る感じ。起きた方がいいぞ。なんだい。急だね。すげえ大地の行動力。まのちにっこりしてるもの。第一と勝負か。じゃあ今日これで終わりますか。キリいいでしょう。試合もしたかったけどね。1打席勝負かい。球速はそんなないな。残念だったな第一。打っちゃいました。流し打ちの申し子だよ。今まで俺ヒット流し打ちの方逆方向にしか打ったことないからね。おいよ、嫁見せろ嫁見せろ第一、嫁嫁見せろって。終わりますか。終わりましょうか。明日の分がねちょっと取りだめになるんですよね。筋トレしましょう。もう一回練習しましょうか。でホットドッグ屋で回復しましょう。終わりますか。おおテリーさん、あー試合入っちゃった、ごめん。この試合終わったらやめるわ。ちょっと2本ぐらい打ちたいですね。2本ぐらい打ちたいですね。で早々にマルチできたらどっかでちょっと強振チャレンジしてみますか。ホームランで狙いに行ってみますか。一応弾道は3あるし、パワーが D か。まあちょっとゲームの仕様上どうかわかんないけども、うまいことやればいけそうな気もするよね。やべん返しちゃっかんな。オッケー、いいですよ。1打点。狙ってみっか。ちょっとただいいですよ。2打点ですよこれで。素晴らしい。いいいいいいよ、間のちいいよ。今ちょっと強振いきましょう。このピッチャーはまだ打てますよ。よし、疲れてる。
初ホームラン、失投を捉えたらでかいですね。いいな、大地のお守り様々だな。ナイスホームラン。もう一本どうか。よし。よし。ミート打ち行きましょう。走れ。どまいどまいどまい。まあいいんじゃないですか。いい感じで終えれるでしょう。これはちょっと経験値が楽しみだな。がっつり入ってもらいたいね。いろいろ特殊能力覚えたいじゃん。あの基本能力もそうだけどさ。打撃の得意コースが変化した。そんなのあるんだね。スカウト評価13万があったぞ。うわ、経験値おいしいな。得意コース真ん中になったってことかな。多分そうだよね。よし、とりあえず赤ラインまでは来たな。能力アップ、いっぱいポイントありますよ。欲しいのはパワーヒッターかな。いやー、ちょっとやっぱ基礎能力上げてきてーな。こっからひたすらパワー上げてみますか。 C まで行かないかな。あ、 C 行く。 B 行かないかな。 B ってなんぼかだよ。 B なんぼかだよ。あ、 B、 あ、 B 行きましたよ。 B 行きました。 B 行きました。オッケーですね。いや、打撃面は相当良くなってきてるぞこれ。まああとはそうですね、守備面ですよね。守備面ですね。まあちょっと守備力あんまりないけど、エラーだけは絶対しないぐらいになってほしいな。あと1個で B。 あ、これで自分のところに来た球だけはしっかり取れるぐらいになったでしょ。これでよし、今回はここで終わりましょうか。終わりましょう。明日の分ちょっと取りだめで取りますので。相当良くない？相当いいよね。まあ守備力、あと肩力でいいのかな。肩の力と守備力は欲しいな。まあやっぱりあと走力だよね、外野手としてね。足早いに越したことないもんね。あとミート力だな。現状どうにかなってるけど、この先すげえ選手とか来た時に多分俺対応できんから。大地の守りがあっても選手の基本能力高くして対応していくしかないよね。よし、終わりますか。今のところまだ終わりは見えてないですね。なんだっけ、王子のネックレスだっけ、イヤリングだっけが欲しいですね。だって俺もこの能力で全然メジャー上がりたいもん。結構十分なぐらい素晴らしくない？はい、ということで、終わりましょうか。終わり、バイバイ。